ばい、うわ怖いねこれ、残酷すぎる、イケメンだぜ。はいどうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。さあ今回からまた新たな BL ゲーム実況したいと思います。よろしくお願いいたします。今回の、タイトルは君と恋する文化祭、うん、おそらく学園がね舞台となってくると思います。それでは早速やってみましょう。イケメン揃いです。うん、楽しみ。初めから奏で声が聞こえる気がするけど無理、眠い、うん、よし気のせいにしておこう。無視して目を閉じていると急に布団のぬくもりが消えた。ほら遅刻するよ、誰だろう。う、寒い、ひどいそんなに布団を取り戻そうとして俺はぐっと思いっきり手を伸ばした。いってー、ちょっと大丈夫？すごい音したけど。大丈夫じゃない。うん、この子が主人公かな。うん、かなでくんね。うん、とても読みやすいね。うん、カタカナだから私でも読めますね、なんか BL ゲームの主人公ってやたらとね漢字難しくて読みづらいからね。うん、最悪の目覚めだ。確かに目は覚めたけど、これが、転げ落ちた床の上で俺は仕方なく起き上がる。ぶつけた額をさすりながら布団を奪い取った張本人を涙目でにらめつけた。誰だろう。レン。え、嘘、すごくない？もう始まって早々同棲してるの？こいつは素晴らしい展開が予想できるね。マジで？こんなことなかったよね。ね、あの BL ゲーム始まって早々にね、同棲してるなんて。ということはもうマグワイはマグワイはこの2人交わし合っているのかな楽しみだね。かっこいいね。うん、レン君キラ吉影みたいなファッションしてますね。いいですね。おはよう奏。こっちはこんなにテンションが下がっているのに、この幼馴染が、憎らしいほど涼しげな顔で笑っている。そんな怖い顔されても楓が早く起きないからでしょ。まそれはそうなんだけどさ、ほらそんなことより早く着替えないと遅刻するよ。うん、無理、頭痛い、今日は休む。こらこら、レンが呆れたように笑う。そして冷たい手のひらが、俺の額に触れた。ちょっと赤くなってるけど、うん、大丈夫大丈夫。え、それって本格的に熱出てんじゃないの？あ、違うか、さっき転げ落ちたからね。うん、顔が近づいて痛いの痛いの飛んでいけと優しく撫でられてしまった。またこいつは、たまにものすごい子供扱いしてくるんだよな。うん、こういうの他の人間なら不愉快に思うところなんだけど、レンだと不思議とさらりと流せてしまう。うん、それはやっぱり付き合いの長さのせいだろうか。ほら早く着替える、今日は絶対に遅刻できない日でしょ。なんだろう、絶対に遅刻できない日。その言葉に俺は思わずため息をついてしまった。そうだからこそ行きたくないんだよな。うん、何があるんだ。今日は文化祭だ。あら、いいじゃん。え、なんで行きたくないんだ。レンはクラスの用事があるらしく俺を置いて先に学校へ行ってしまった。ちょっと冷たい置いて行かないでよ嘘だろ、同棲までしておいて置き去り食らったのか。嘘だろ、ちょっと一緒に登校しようぜね、これは予想外だったね。
このまま、サボってしまいたい気持ちは山のようにあったけど、家でグダグダしていたらお兄ちゃん邪魔と妹に追い出された、うん、なるほど、妹ちゃんもいるんだね、うん、これはね、こんなにイケメンのお兄ちゃんだったら妹ちゃんもさぞかし可愛いことでしょう。多分あれはレンに頼まれてたな、うん、なるほど、買収されていたのか買収って言い方もちょっと言い方悪いけどね。別に文化祭が面倒だからって理由でサボりたいわけじゃない。じゃあなんだろう、まあ面倒くさいのは面倒くさいけど、なるほど、面倒くさがり屋か。でもここまで気が重くなるにはもっと別の理由があった。はあ、学校が見えてきた。なんかもう青空までもが憎らしい。今の俺の気持ちなんて全く無視したような秋晴れの空だ。眩しさに思わず眉を潜めた瞬間、不意に視界がかけた。おっと、誰かが来ましたね。寿司。おいおい、かなでちゃん、朝から、新菊祭つらしてんじゃねえよ。あら、これはイケメンじゃないか素晴らしい、マジで俺好みだね。うん、金髪のクールなイケメン、身長もね、すっと高くて、これはこれは抱かれてもいいぜ。うん、文句なし。うん、すごいね、イケメン揃いですね、この学園は。ちゃんって言うな、手か手どけろよ。ああ、ちょうど起きやすい低い位置にあったからさ、うん、なかなか嫌味も垂れてくるイケメンくんですね。ああだよ、本当のことだろ。朝から、最も会いたくないやつに会ってしまった。なるほど、原因は彼か。クラスメートの、月島龍、いつもいつも俺の背が少しだけ標準より低いことから、低いことからかってくる。本当に腹立つ。うん、なるほど、かなでくんは身長のことをちょっと気にしているのかな。それをね可愛くていじってくるんじゃないのか。彼はニヤニヤと、腹立つ笑いを浮かべて、リョウは俺の顔を覗き込んできた。ま、サボんな方だけ偉いじゃん。サボリマなのかな。そう言って、起きやすい位置にある、らしい俺の髪をぐしゃぐしゃとかき混ぜてきた。うん、なんかいいね。こいつそんなに人を怒らせたいのか。殴ってやろうかと手が出かけてふと思い出した。そういえばこいつ、今日の文化祭でステージに立つとか言ってたな。だったら怪我させるのはさすがにかわいそうかもしれない。うん、優しいね。っていうかそんな全力で殴ろうとしてたのサイコパスじゃ怖いな。ぐっと怒りを抑えて俺は頭の、手を払いのけるだけにしてやった。うるせえよ、お前に褒められても嬉しくねえし。へえ、じゃあ誰に褒められたら嬉しいんだよ。は？何言ってんだこいつ。からかわれて、いるのかと思っていたのに顔を見るとそうだね、さっきまでの腹立つような笑みはない真面目な顔をしてますね。何なんだ本当に、わけがわからない。っていうか、なんで朝からこんなやつの相手しないといけないんだ。あ、りょう、おはよう。なるほど、今回のね、何でしょうか、舞台は男子校ではなく普通校というか男女混合校なんて言ったらいいんだろうね。あの BL ゲーだと大体の舞台が男子校と、なるんですが、今回はね、女の子もいますね。2人の女子が高いテンションでりょうに声をかけてきた。あ、おはよう。ねえねえ、今日ウエイターやるんでしょ、絶対行くし。うん、割と、なんだろう、りょうくんの周りはチャラいのかな、そんな口調ですね、女子生徒。マジ？サンキュー、みんな連れてきてよ。バンドも楽しみにしてるよ。あ、やっぱりバンド組んでるんだね、そんな感じはする。なんだろう、ドラムかなそんな
雰囲気を醸し出してますね。リョウはあっという間に女子に囲まれた。モテモテですね。そしてヘラヘラしているのを見て、いつものことだけどやっぱりイラッとしてしまった。やっぱりなんだろう、かなでくんもねモテたいのかな。男にかなでくんも男にモテたいんだろ。このゲームは BL ゲームなんでね、すぐにこんな可愛かったらねモテますぜ。女子と話すのが 好きならいちいち俺にかまってこな、かまってこなきゃいいのに。ちょっと焼いてない、焼きもち焼いてない。ほんと気に食わない。さっさと教室行こうと歩き出した時、方向を変えた先で誰かにぶつかってしまった。さっきから結構な人とね頻繁になんだろうコンタクトを取りますね。今度は誰でしょうか。あ、悪い、花田先輩。あら、後輩もいるのかい。これは楽しみ。ぶつかった衝撃で、傾いた俺の体が両手でしっかり支えられている。その聞き慣れた声で、声に俺はほっとして顔を上げた。あ、たつきか。でっけえ。マジか、でっけえな。後輩なんだね。なんかすごい頼りがいのあるね後輩だね。なんか一緒にいると安心できるようなそんなキャラですね。おはようございます、大丈夫ですか。体育会系かな。知ったやつでよかった。1年の後輩、柊たつきだ。おはようと俺も挨拶を返し体勢を立て直す。悪い、そっちこそ平気か。はい、俺は全然。爽やかですね。だろうなと言いたくなるほど。そうだね、たつきは、体格がいい。体格のいい柊くんだね今回は。ちょっと分けてくれと言いたくなるくらい身長も高いし、いつ見ても羨ましい。俺もこれくらい背が高ければ、さっきみたいに竜なんか、竜なんかにからかわれることもないんだろうな。よっぽど身長のことを気にしてるね。大丈夫大丈夫、俺なんて160センチだから。絶望的な身長ね。もう20歳超えたんでこれから伸びることはありません。一生160センチです。はあ、なんて不公平なんだね。かなでくんは一体何センチなんだろうね。まじまじと、観察しているとたつきは俺の肩を、支えたまま小さく笑った。先輩、さっきまた喧嘩しようとしてたでしょ。え、なんでわかった。拳が震えていました。マジか。どうやら柊くんは察しがいいようですね。そんなバレバレだったとはちょっと情けなくなってくる。すごいなお前、よく見てんな。それくらいね柊くんはかなでくんのことが好きなんじゃないか。普通に感心しているとたつきの手が離れた。それと同時に視線もそれた。あ、すいません。別に怒ってねえよ。何がと聞いてもたつきは言葉を濁すだけだった。言いたいことがあるなら言えばいいのにと思うけど、無理やり言わせるのも気が進まない。まあいいけどと気にしないふりをして俺は話を変えた。割となんだろう、引っ込み思案なのかなね。柊くんかわいいね。そういえば今日たつきは展示だっけ。美術部美術部。あ、そうか、そうだね、私が悪かった。ね、ガタイが良くて背がでかいからね、てっきり運動部かと思ったけど、あ、文化系なんだね。それもそれで素敵ですね。こうね、がっちりしてね、なんか豪快に見えるけど割と繊細な一面を持っている。素晴らしいじゃないですか。はい、まだ先輩に見せていない絵もあるんで。あ、絵を描いてるんだね、見に来てくださいね。たつきがパッと笑みを浮かべた。あ、癒される。こ
後輩といってもタツキは美術部で俺は帰宅部だから部活の後輩じゃない。とあるきっかけで出会い、それ以来なんやかんやと慕ってくれているだけなのだ。でも親しい後輩は、親しい後輩なんていない俺にとってはそれがちょっと嬉しかったりした。うん、なるほど、かなでくんは帰宅部なんだね。うん、絶対見に行く。はっきりと、答えてから、ああでもと考える。ん、そうなるとやっぱり文化祭をサボるわけにはいかないということだ。なんでそんな堅くなに文化祭に行きたくないんだ先輩。いや、うん、頑張ろうな。何よりも誰よりも自分に言い聞かせるように、俺はつぶやいた。ちょっと BGM 大きいかもしれませんがちょっとね、初見だとね、調整よくわからないんで、うん、次回までちょっと調整してきます。今日がさっさと終わればいいのに、なんでそんなに文化祭を嫌がっている。ただそれだけを願っていた俺には、分かるわけがなかった。ん、この文化祭で一体どんなことが起こるかなんて。なるほど、あんなことやこんなことが起こっちゃうんだね。これは襲われちゃうね誰に襲われるんだろう。それは何だろう、選択肢次第かな。うん、ちょっと男子、遊んでないで手伝ってよ、時間ないんだから。うん、わたわたしてるね。2年 A 組なんだね。美味しいケーキとお茶をお楽しみください。シフォンカフェ、読めないな。シフォンケーキ、バニラ、チョコ、何抹茶、いちご、ドリンク、コーヒー、紅茶、緑茶、ジュース。なるほど、割としっかりしてますね。俺のクラスの企画はシフォンケーキをメインとしたカフェだ。うん、開店は9時。もう30分もないのに、衣装が似合っているだとか似合ってないだとか騒いでいたせいで女子に怒られてしまった。うん、かなりイチャイチャしてるね。ね、あの文化祭始まる前のね、なんだろう、ワクワクしますよね。なんか教室で準備全部整ってる中でね、朝登校してみんなと喋っているね、開店間近のあの雰囲気、とてもワクワクしますよね。うん、男子はウェイター服、女子はメイド服、いいですね。多数決で選ばれたやつが着ることとなっている。なるほど、着ない子もいるんだね。それで俺も、なぜだか知らないけどウェイターメンバーに、入れられてしまっていて、今その自宅に休止服に着替えたところだ。いいですね、これちょっと文字消せるのか。あ、消せるね、かわいいね。うん、なるほど、ベスト姿ですね。うん、ワイシャツ、ネクタイ、蝶ネクタイ、ベスト、いいですね、紳士ですね。自分で言うのもなんだけど、こういう大人っぽいのが、見栄えする身長じゃないから、てっきり着なくていい、いい側だと思っていたのに予想外だなあ。俺は何手伝ったらいい。裏方で、準備をしていた女子に尋ねると後ろから声が聞こえてきた。かなでそっちかよ、メイド服の方が似合うと思うな。うん、確かに同感ですね。あなたは一体誰ですか。あ、お前はまた、あ、りょうくんだね。振り向くとりょうが立っていた。やっぱり似合いますね歌舞伎町とかにいそうりょうくん歌舞伎町にいそうだね。うん、その格好を見た瞬間、近くにいた女子たちがざわついた。これは人気あるね。さすが月島くん、似合ってるね。うん、かっこいいま、否定はしない。確かにかっこいい。
俺より背も高いし、もともと整った顔立ちをしているのは悔しいけど認める。だけどこれ見よがしに隣に並んでくる根性が気に食わないんだの。気に食わないんだっての。うん、それは考えすぎじゃないかね。だってね、かなでくんも十分可愛いしね。じゃあ月島くんは、その調子で呼び込みよろしくね。 OK って俺より先に指示もらってるし、思わず睨んでしまうと両と目が合った。かなでも一緒に呼び込み行こうぜ。うん、優しいね。は冷てえな。なんで一緒になんだよ。イブカシゲに眉を潜めると、リョウはまじまじと俺の格好を眺めてきた。あー、でもやっぱかなでの場合はメイド服の方が、客寄せできんじゃねえのか。お前な、こいつどこまでバカにする気だ。思わず手が出そうになった時、女子の慌てた声が聞こえた。なんだ、やだ、どうしよう。あら、だいぶレベルの高い女の子たちだね。こいつは可愛いぜちょっとやばい。うん、あ、お胸もふっくらして大きいね。ちょっと、なんだ、美男美女しかいねえのか、この学園は。こいつはテンション上がるわ、本当にね。しっかり、マジでメイド服だね。これ結構高めのメイド服じゃないか何の分析をしているんだ。やだ、どうしよう、何があったんだ、どうしたんだ。なるほど、かなでくんは女の子と同じくらいの身長なんだね。慌てて気が壊れたみたいで、あら、それはまずい。買いに行く？でも、もう予算も時間もないよ。うん、裏方が一気にさわめく。どうやら電動の慌てて気が壊れたみたいだ。まあでも手でもできると思うけどね。メレンゲ全部手で慌ててる？でも間に合うかな。うん、やっぱり機械の方がいいか。シフォンケーキは前日までに焼いて用意しておき、トッピングの生クリームだけは当日に慌ててることになっていた。なるほど。でもどれだけの量が必要なのか俺には分からない。そんなに大変なことなのかと思って見守っていると、まあまあ落ち着けて、とりあえず、初めに出す分はできてんだろ。落ち着いておりますね。じゃあ今からみんなで手分けしてやれば、手でやっても間に合って。うん、ナイスアイディア。みんなが慌てる中で一人、量が場違いなほど落ち着いた声で言った。うん、そんな自信満々に言うけど本当に大丈夫か。そう思ったのに。すごい、月島くん手際いい。あ、なんだ、かき混ぜるのも上手なのか。ケーキ作るのもしかして得意、月島くん、りょうくんで。意外だった。材料を測ったりする作業も結構素早く、うん、電動じゃない泡立て器で泡立て始めたその生クリームはあっという間に膨らんでいった。うん、イケメンですごいね。隙がない隙がないね。イケメンで料理も得意で、これはもう男女問わずモテますね。すごい、思わずつぶやいてしまった。しまったと、口を閉じるがもう遅い。両と目がいいやりと笑われてしまった。見とれてないで、かなでも手伝えよ。な、見とれてねえし。思わず喧嘩腰になるけど、そんなことをしてる場合じゃない。俺は大きく深呼吸をして、気持ちを切り替えた。うん、あー、これ混ぜればいいのか。そう、しっかりボール持って素早く大きく動かす。お、どう、素晴らしいちょっとこんな絵面なかなか見ないぜね、このイケメンカフェ行きてえなこんなイケメンたちがね、頑張って生クリームを作ったケーキが出てくるんだぜ。これはもう1万円払ってもいいね、うん、いいね、こうやって仲良くイケメンたちがね、
メレンゲで、メレンゲっつーのこれ。うん、ボールで、ね、生クリームを作っております。これは女子もうっとりして倒れちゃうね。うん、もうこれは本当に女子受けが良さそうですね。うん、このクラス本当に女子幸せですね。うん、隣で作業する寮の手元を見ながら身を見まねでやってみるけど、これは確かに結構腕が辛い。電動の機械が必要なのがよくわかる。お、いい感じだ。上から目線が悔しいけどいつも悔しがってんな。手際の良さが違うのは確かだから何も言えない。お前なんでそんな慣れてんだよ。確かに思わず聞いてしまった。だってお菓子作りとか手作りをもらうことなら、あるだろうけど作る経験なんてなさそうなのに。うん、ま、バイトしてたしな。なるほど、結構好きだしこういうの。へえ、そうなのか。なんか意外だ。なんだよ、惚れ直したか。は、直すも何も、そもそも惚れてねえし。またまた、後でデートしてやってもいいんだぜ。お前バカだろ。つうかなんでそんな上から目線なんだよ。だいたい男とデートして何が楽しいってんだ。なるほど、そんなのんけの奏くんを落とすのが今回のゲームの基本スタンスかな。まったく、こういうふざけたこと言わなかったらまだ普通に相手にできるのに。多分呆れながらも、隣で泡立て作業する量をこっそりと見上げると、なんだか鼻歌でも歌い出しそうなほどご機嫌だった。まあ、イベントこととか、騒がしいの好きそうだしな。こんなハプニングが起きてもひょうひょうと何でもないみたいな、何でもないことみたいに解決してしまうし、楽しいのは何よりだよ。俺に、害されなければな。でもマジで後で一緒に回ろうぜ。時間空いてたらさ。は？あ、文化祭よ。普通にそんなこと言われて思わず首をかしげてしまった。だからなんで俺なんだよ。うん、はい、ということで、うん、まだ奏くんは気づいていなさそうですね。おそらくですが、うん、りょうくん、奏くんのことが好きなんだと思います。はい、ということで、次回文化祭一緒に回れるといいんですが。はい、ということで、かなりワクワクする展開ですが、今回この辺で以上とさせていただきます。次回もお楽しみに。さよなら。